はい、どうもこちらセグンのマサルと急に始まるね、こちらさてと、さあグッドリムシー、あんまり視聴率伸びないんでみんな見てください、よろしくお願いします。とりあえず今日は前回のあれでカレーをまずやっていきますか。まあ無難なやつね。そうね、うん、まあ絶対今までよりは味は濃いよね、確実に。だってもう普通にカレーじゃん。そうだから今日はこれが役に立たないかもしれない味付け塩コショウ粗挽き我らのだからもう辛じゃんお前これ。監督何やってんだお前。ああ新しいの用意したね。新しいの用意したね。じゃあ早速やっていきましょう。へい、はい、完成しました。カレー、カレーオープン。ディーン。うわ、もうカレー、カレー臭、カレー臭。誰のカレー臭だこれもうおっさんばっかだからわかんねえなさあこれなんかマサハルが今回ほぐさないでやりたいって言うから、まあでも柔らかいけどね。あ、そう、これどうすんの、混ぜんの。それも混ぜちゃっていいんじゃない。いいの。うん、カレーは結構しっかり混ぜないとあれだよね。硬いよこれ。嘘ダメ切れないよ。まあ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 、おこげできてんじゃん、美味しそうじゃん。しゃ、はい、完成しました。まあ色はやっぱちゃんと色ついてるって、味濃そうだよね今までのに比べれば。どうだろうね、食ってみないと分からんね。じゃあ食べてみましょう。いただきます。いただきます。お、水が足んねえぞこれまさかパエリアになったタイマイになっちゃった。うん、そしてカレーだからうまいよこのパエリアもうダメやっぱこれダメよこれはちゃんとやっぱ水つけなきゃダメよ、ちゃんと。きれいさ、一部めっちゃ硬くて一部めっちゃ緩いんだよ米が混ざりきってない。うん、でも別にこれ辛くないよ。俺のところに硬いのは多分麺の真下のごめんが辛いんだよ。ああなるほど。うんうん、これ塩コショウじゃないよ。うん、結構麺はほぐさなきゃダメよ。もうさ、カレーってなんかトロトロしてるよ、ちょっと。だからなんか味の濃いところと薄いところがすごいある。混ぜた方がいいんだろう、多分最初にね。いや、マジ満喫のカレーピラフにするよ。マジ？俺いらないけど、俺んとこ本じゃないと思っちゃうね。いや、なんかね、風味だけないの。あ、そう。風味。俺んとこにこういうのが全部集まってんだよ。俺全然いらないもん。でもちょっと味付けの質違うんじゃないの、塩コショウ。まあ、味がついたって感じね。くせ者だな。思ったより圧勝じゃないね。でも、うん、シーフードなんて何だよ。うん、好みもあるかもしれないけど、俺はチリトマトの上、シーフードの下。ゴロちゃんズ点数は、5。お、低い、低いね。5。チリトマトで下。下だね。あ、そう。俺も5。あ、そう。うん。だとすると順位的には醤油よりは上。俺醤油の下。醤油の方が。あ、そう。醤油の下だよね。うん、これはね。そう。じゃあトムヤムくんの上。あ、じゃあだいぶ下じゃん。したした、うん、あ、そう。え、食えなくないんだけど、うん、なんだろう、うまくない、うん、
期待値が大きすぎちゃったかもしれない、うん、これ間違いないだろうって思っちゃってたってのもあるから勝手すぎる余計にちょっとね期待外れって言っちゃうんだけど、なんかただ薄い感じだったよね。なんかあのカレーのルー足んなくなった米みたいな感じ。なんか鍋底のドライカレー無理やり作りました。余ったカレーをね。ああなるほど。ってことはじゃあ今までのところ圧倒的1位予想だったカレーがなんと1,2,3,4位。シーフード？シーフード、チリトマト、醤油、トムヤムクンの間だから4位。カレー、トムヤムクン。トムヤムクン。4位です。まあカレーはね、実はまだあの。チーズカリーっていうのが残ってるから。そっちが間違いない。いやーでも怪しいなー。揚げんの、揚げんの、怪しいね。そうだね。いや、ワンチャントムヤムクンの方がうまいかもしれないなと。いや、俺はそうだよ。うん、俺トムヤムクンの点高いよ。あ、そう。てか、なんならこれビリ。じゃあもうビリ。これ二人がそう言うならビリ。俺はまあ、何位なの？え、俺2位。シーフードの次？うん。じゃああれだね、いい場所が当たったんだね。多分そうだと思う。多分本当に多分ちゃんと混ぜなきゃいけないんだと思う。結構ちゃんとカレーだったもん俺。まあそう、うん。まあだからまあ作り方にもまあ問題あるかもしれないけど、とりあえず一旦あのビリということで、残念ながらビリにしよう。ビリ一番当たりだろうと思ってたかもしれないけど、やるならとりあえずシーフードが試すことをお勧めします。じゃあまた次回のぶっ飛び飯でお会いしましょう。バイバイ。